京都、橋姫神社は、伊勢神宮高大神宮の所管者。宇治橋の守護神であり、宇治橋と対面する位置に鎮座する。宇治橋の掛け替えに先立って社殿が建て替えられるため、神宮式年遷宮において、伊勢神宮の所管する125社の中では、最も早く建て替えられる神社である。三重県伊勢市宇治在家町、内宮の新入り口にかかる宇治橋から約二百メートルの、 ところに鎮座する。郷土、橋姫神社から二十メートル先には、内空節末社の土町神社、新川神社、石井神社、五十メートル先には、内空節末社の大水神社、河井神社、熊淵神社があり、七社が集まっている。また、神宮文庫の前身である旧林崎文庫もある。さらに、当社の左側に隣接する山道の奥には、 尾崎幸雄祭人とする合格神社がある。社名の郷土とは、薬病神や悪霊などの悪しきものが入るのを防ぐために、郷土の祭りを行う土地を意味する。社地は、三行道路建設のため、移転している。1969年の作り替え以降、社地は移動していない。社殿は、神明造りであるが、神明造りになったのは、明治時代以降であり、 それ以前は、カスガ作りであった。津町神社は、内空の拙者27社のうち、第14位である。祭神は、宇治橋鎮守神。宇治橋の守護神である。宇治橋の起源が不明であるのと、同様、宇治橋を守護する、京都、橋姫神社の創建も不明である。文明9年の宇治橋掛け替えの際に、京都、橋姫神社の建て替えが行われていることから、 少なくともこれ以前には存在したものと考えられる。神宮寺町発行水垣、第211号内橋特集号、神宮宮手のひら、音羽悟氏の、郷土、橋姫神社についてによれば、現在の形状に似たお橋は、川崎市年代記が記す将軍、足利義則が起神の上参宮した、影響六年とされる。荒木田盛義は、神宮天略で、 山城国宇治橋の橋姫明神、祭神瀬織津姫に習って、干渉7年3月の将軍、足利義則三宮に合わせ、京都の地に橋姫神社が創建されたと解説している。京都の宇治のように橋の上に祀られることはなく、牛の時参りやおどろおどろしい女性の怨念話、妖怪話とは全く縁がない。かつての鎮座地は、よく記念撮影をするところ、つまり、 宇治橋のすぐ手前、鳥居の立つ地点から松の植え込みのあるあたりであった。以前は松ではなく二株の桜の木であった。江戸時代には宇治の自治組織である宇治会合所の管理下にあった。文政13年、宇治橋と共に消失した。明治5年6月、京武将は演儀式新名町及び演略儀式町に記載のない神社を一律に、 神宮所管から外し、渡来県及び三重県管轄に移行したため、郷土、橋姫神社も神宮所管から離れることとなった。宇治橋と宇治橋の前にある鳥居も同時に渡来県へ移行した。1879年からは、地元の宇治今在家町の住民が、うぶすながみとして祭り、7月21日には祭礼を、奉仕した。 1881年に宇治橋と鳥居は神宮に戻ったが、郷土橋姫神社はそのまま県の管轄下にあった。その後、1889年の第56回神宮式年遷宮に合わせて、宇治橋が国費で作り替えられることに合わせ、宇治橋渡り始め式を行う上で、郷土橋姫神社が県管轄では不都合であるとして、同年に、 内空所管者に復帰した。神宮復帰にあたり、地元住民に配慮して7月21日の祭礼の継続を、神宮は了承した。宇治橋のすぐにシャチはあったが、1907年12月に国道建設にあたって、シャチが道路と重なるため、1909年3月に大水神社と津町神社の中間に新シャチを設け、移転した。 1969年に作り変えた際、シャチが移動して、以降、鎮座地に変更はない。宇治橋、渡り始め式に際して祭事が行われる。また、新しい宇治橋を建設する際に行われる、宇治橋収蔵機構式にも祭儀が捧げられる。ありがとうございます。